はい、ということで今回はシンコペーション7、四分音符、八分音符、タンギング&リズムトレーニングをお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回もですね、シンコペーションどんどん吹いて、マスターしていきましょう。第7弾ということですけれども、まあ、シンコペーションのですね、まあ、組み合わせっていうのは四分音符と八分音符でかなりの数がありますので、もうしらみつぶしにやってるわけですけれども、まあ、これぐらい細かくやっていけばですね、もう楽譜で出てきた時も、あ、こういうリズムだなって、まあ、見えるようになっていくかなと思って、やっております。今回もですね、6つのパターン、紹介しておりますけれども、1、2、3で1セットで、4、5、6で1セットになっております。1番はですね、たた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 というリズムですね。そして2番が1拍目と2拍目の頭をタイで結んだ形になっております。たた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 ですね。で、3番が、起伏はちゃいますけど同じリズムです。普天四部、八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 部という感じですね。たーたたたたたたーたたたたたってなってますね。それで、4番は1番と同じ形です。たーたたたたたたたーたたたたたたですね。で、5番は1拍目と2拍目をタイで結んで、3拍目の裏と4拍目の頭をまたタイで結んだ形になってます。タタ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 タっていうリズムですね。そして6番は、起伏はちゃいますけれども同じリズム。普天四分音符、八分音符、八分音符、四分音符、八分音符。タタ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 ですね。このあたりのリズムは本当に、よく出てくると思いますので、繰り返しこの、教材使ってマスターしていきましょう。そして注意点は、毎回言ってることですけれども、たやーなど言葉に置き換える、リズムを言葉に置き換えるですね。そして、模範演奏をよく聞いて吹く。あとは、吹く音は、アルトサックス、バリトンサックスであれば、銅の音。で、ソプラノ、テナーサックスはファの音に、なります。楽譜と演奏は全部で2回流します。1回目は模範演奏として楽譜をよく見ながら僕の演奏をよく聴いてください。そして2回目は、あなたが吹く番です。僕の演奏に合わせて、そっくりに吹けるようにどんどん吹いていきましょう。そして、この教材は何度も何度も使っていただくことを前提にしておりますので、2回目以降は1回目からですね、どんどん吹きましょう。ただし、わからないところが出てきたら、演奏はストップして楽譜を見ながら模範演奏をよくチェックしてください。はい、それではどんどん吹いていきましょう。いってらっしゃい。
はい、いかがでしたでしょうか。今回のリズムをですね、もう何度も言いますけど、反復反復で、何回も何回も使って、吹いていってください。今後もこのシリーズ続いていきますので、楽しみにしておいてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルではサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。良いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた会いましょう。